突然街中で叫ばないでくれる？いやー、ちょっと出かけてただけなのに、なんか懐かしさを感じちゃってさ。そうだ、ノワールはさ、なんか思い出せた？この街に見覚えとかない？別に何も思い出せないわ。そっか、さっきのダンジョンからも近いし、この街の人かと思ったんだけど、違ったみたいだね。あなたも記憶喪失らしいけど、あなたの方はどうなの？いや、私もさっぱりなんだ。そうだ、試しに二人で一緒に何かに頭をぶつけてみようよ。私は道具の角で、ノワールはタンスの角とか。いやよ、なんであなたが豆腐で私がタンスなのよ。ほら、私の頭ってとってもデリケートな感じでしょ。それに比べてノワールのは石頭っぽいっていうかさ。なら私があなたをカチンコチンに凍った豆腐の角で殴ってあげましょうか。ぬぽん、やだな、ノワール、ただの冗談なのに目がマジだよ、目が。絹ごし？それとも木綿？最後くらいあなたの好きな豆腐を選ばせてあげるわよ。いやいや、食べ物をドンキにしちゃダメだってば、ノワール。黙ってないで、アイちゃんもコンパも助けてよ。ネプネプ、早速ノワールさんと仲良しですね。それにしても豆腐豆腐連呼されるとお腹が減ってくるわね。そうです、今夜はお豆腐を使ったお料理でノワールさんの歓迎会をしましょう。それいいかも、歓迎会なら鍋にしてみんなで食べましょう。本当か？助かるよ。これで部品不足に悩まされる心配がなくなるってもんだ。ラステーションでの初めての仕事は無事に完了ね。そういえば一人増えてる気がするんだが、その子は誰なんだ？ああ、そういえば紹介がまだだったわね。彼女はノワール。交易路で出会ったんだけど、どうも記憶喪失みたいだから連れてきたの。そうなのか。って、あれ？その子、どこかで見たことあるような。もしかして、女神のブラックハート様？行く！ノエルさんが、ブラックハート様です？なんだって？ありのまま今起こったことを話すぜ。拾った記憶喪失の女の子が実は女神様だった。何を言っているかわからねえと思うが、イカネ君！そんなわけないでしょ。私のこれは そのコスプレが趣味で、それでブラックハート様が好きだから、そのとっさとはいえさすがに記憶喪失でこれは無理があるわよね。ああ、なんだ。それでブラックハート様そっくりの格好をしてたんだな。あまりにもそっくりだったから、てっきり本人だと思ったよ。残念です。ノワールさんが女神さんなら、シアさんのお願いを聞いてもらえたかもしれないのに。まったく、ノワールったら人騒がせなんだから。危なかったけど、普段から女神様のコスプレをしているなんて、ノーアルって意外と痛い趣味なんだね。ブー、痛いって言うな。しょうがないでしょ、これにはそれなりの事情があるんだから。まあまあ、こんなところで騒ぐのはやめましょう。二人ともシアン、私たちはもう帰るけど、
他に用はないわよね。もう帰るのか？なら飯でも食ってけよ。お礼にご馳走してやるよ。体の芯から温まって美味しいです。うちの母親の自信作なんだ。気に入ってもらえて嬉しいよ。すごく豪華な料理だけど、私までご馳走になっていいのかしら。そんな細かいこと気にしないで食ってくれよ。飯はみんなで食った方がうまいんだからさ。そうよ、これはあなたの歓迎会なんだから遠慮しないで。もっとも、あなたの大好きな豆腐パーティーじゃなくなっちゃったけどね。ああ、あれはネプキューブのせいで、私は別に豆腐が好きなわけじゃないわよ。誤解しないで。はいはい、そういうことにしてあげるわ。うぎー！誰？この料理にナス入れたの？パンシーに値するよ！もしかしてナスが嫌いなんですか？嫌いってレベルじゃないよ。コンパこそよくこんなにグニョグニョしたの食べれるね。あ、そうだ、何か思い出すかもしれないし、このナスノワールにあげる。先輩から後輩へのプレゼントだよ。え？ネプコ、子供じゃないんだし、好き嫌い言わず全部食べなさい。何言ってるのさ、アイちゃん。ナスを食べると名人だってダメージを受けるほど凶悪な食べ物なんだから。か弱き可憐な乙女な私が食べたらどうなってしまうことになるか。うー、想像しただけでも恐ろしいよ。だったらそんなもの他の人にあげちゃダメでしょ。言い訳はいいから、好き嫌いはせずにちゃんと食べなさい。もしかしたらナスがきっかけで何か思い出すかもしれないわよ。苦手ですか？あ、いえ、そんなことはないわ。なんかこういう賑やかな食事って初めてだから、つい。そうだったんですか。けどこれからはノワールさんもずっと一緒ですよ。その件なんだけど、私にあなたたちを手伝わせてくれないかしら。ノワールさんは私たちのお手伝いです。なになに、ノワールも一緒に戦ってくれんの？ええ、ただあなたたちと一緒にいるのも気が引けるし、それに意外と強いのよ私。そうね、あなたが仲間になってくれると頼もしいわ。え、そろそろ私一人じゃこの二人にツッコミを入れるのに疲れていたのよ。なんとなくわかるわ、それ。いやー、まさかこんな序盤で四人目が仲間になるなんて、幸先調子がいいね。なら、その幸先ついでにまた仕事を受けてくれないか。今年開催される総合技術博覧会に出展する武器のモニターを頼みたいんだ。総合技術博覧会？それって何です？お祭りでもあるんですか？ラステーションでは4年に一度総合技術博覧会ってのがあって、いろんな会社が決められたジャンルで展示を行う催しがあるんだ。目的は技術交流らしいが、それだけじゃない。出展したものの中で最も優れた展示品には、女神様から直々にトロフィーが贈られるんだ。トロフィ
キーが送られるですか？すごいです。んでもトロフィーでアブニールさんをやっつけるですか？違う違う、重要なのは女神様の方だ。博覧会で女神様に会って直談判しようってことさ。それでシアンさんが博覧会に出展するわけですね。ああ、そのための武器のモニターをお前たちに頼みたいんだ。そんなのお安い御用だよ。それで武器のモニターって何をすればいいの？とにかくこの武器を使ってその感想をフィードバックしてくれればいい。なんだ、今度は意外と簡単そうだね。これなら他のお仕事と一緒にできそうです。ならアブニールの仕事を受けてみるのはどうかしら？何言ってるのさ、ノワール。アブニールは悪いやつなんだよ。そんなのに協力するなんて絶対嫌。 いえ、案外いい提案かもしれないわ。どういうことですか、アイちゃん？中小企業がモンスターのせいで部品や原材料の流通に困っているのなら、きっとそれはアブニールも一緒のはず。もしかしたら受ける仕事の内容によってはアブニールが博覧会に何を出展しようとしているのかもわかるかもしれないわ。そしてうまくいけば教会が私に隠しているアブニールの実態や企みもきっと。でもなんか釈然としないんだよな。贅沢言ってないの。私だってアブニールのために何かしてあげるのは嫌よ。けど時には相手を知ることだって大切なのよ。ネプネプ、今は我慢するです。コンパがそう言うなら仕方ないか。おい、私は無視かよ。あなたも苦労してるのね。これさえあれば私の正体を怪しまれることはないはずだわ。早速かけてみましょう。鏡はあった。我ながらよく似合ってるじゃない。これなら完璧に正体を隠せそうね。今までメガネってかけたことなかったけど意外と似合うわね。なんかいかにもできる女って感じでかっこいいかも。目にもいいって聞くし、デスクワークの時はかけてみようかしら。そうだ、ネプチューヌにも見せてあげて。何普通に馴染み始めてるのよ、私は。今のままじゃダメね。敵であるネプテューヌと慣れ合うなんて。ノワール、
一緒にプリン食べよう。ラオ、あれ、もしかして驚かせちゃった？ごめんごめん。もしかして今の聞いてない？今のって何？それなら気にしないで。ちょっと恥ずかしい独り言だから。気になる。うわ、なんだろう、ノワールのちょっと恥ずかしい独り言って。もしかして作詞作曲自分のオリジナルソングを歌ったりしてたとか？キャホー、恥ずかしい。バカなこと言わないで。誰がそんな痛いことするもんですか。それよりも私に用があったんじゃないの？うん、そうだった。はい、これ。何よこれ。プリンだよ。とっても美味しいんだよ。いや、それは見ればわかるわ。シアンからプリンもらったから一緒に食べよう。いやよ、あなた一人で食べればいいじゃない。私はノワールと一緒に食べたいな。なんちゃって。あのね、私はこんな時間まであなたに付き合ってあげるほどお人よしじゃないの。もう一度言うけど、プリンなら一人で食べなさい。私は出かけてくるわ。あれ、ノワール、どっか行くの？散歩よ。一人になりたいの。で、どうしてあなたがついてきてるのよ。言ったでしょ、一人になりたいって。いや、記憶喪失のノワールが一人夜道を歩くとなるといろいろ心配でさ。親心ってやつ？誰が私の親よ。よう、お前ら相変わらず仲がいいな。けど夜はあんまり騒ぎすぎるなよ。ちょっとネプチューヌ、あなたのせいで怒られたじゃないの。ごめんね、シアン。うちのノワールが迷惑かけちゃって。誰がうちのノワールよ。誰が。ところでシアンはこんな時間にどうしたの？知り合いの町工場連中との会合だよ。博覧会に向けて技術交換をしてきたんだ。小さな町工場でもアブニールより優れた技術を持っている奴らはたくさんいるからな。みんなで協力していいもの作って女神様に会おうって作戦だ。しかも潰れてしまった工場の奴らも力を貸してくれるだとよ。まさに総力戦ってやつだね。今回の博覧会にラステーションの未来がかかっていると言っても過言じゃないからな。だからお前らにも期待しているんだ。しっかり頼むぜ。大船に乗ったつもりで任せてよね、ノワール。不本意ではありますが、アブニールの仕事をするとしますか。お願いだからそう思っていても絶対に口に出さないでよ。ネプネプは正直者ですからね。お任せ。ごめんなさい、ちょっと準備に時間かかっちゃって。あれ、ノワール、そのメガネどうしたの？さては鏡の前でメガネな自分に酔いしれてたんだね。そんなわけないでしょ。誰がそんな恥ずかしいことするもんですか。はいはい、ストップ。戯れるなら後にして、仕事に向かうわよ。はじめまして、お待ちしておりました。あなたたちが弊社の仕事を請け負ってくれた人たちですね。ええ、そうよ。あなたが依頼人のガナッシュ？はい、
この度依頼を出させてもらったアブニール社のガナッシュと申します。そしてこちらが弊社代表のサンジ。この二人がアブニールの代表。自ら外請けの仕事に出てくるなんて珍しいわね。それともよほど期待されているとか。これはこれは、ご冗談がお上手で。雑談はそのくらいにしておけ。時間がもったいない。おや、これはすみませんでした。それでは今回のあなたたちに依頼する仕事になります。待ってました。この辺りは近々我が社の新プラントの設立予定地となっているのです。しかし工事着工前にして少々厄介なモンスターが住み着いてしまって。なるほど、そのモンスターの討伐が今回の仕事なのね。その通りです。この後私と社長はこの辺りの視察があるので、それが終わるまでにモンスターの討伐をしていただきたいのです。討伐さえできれば手段は貴様らに任せる。なんだ、思ったより簡単な内容だね。てっきり手作業で部品とか作るような面倒くさいのかと思ってたよ。私も細かい作業は苦手なので助かりました。コンパってそういうの苦手そうだもんね。そうなんです、前にアルバイトでお刺身にタンポポを乗せる仕事をしていたのですが。ああ、わかるわかる。って、あの仕事って実在したの？レプコがツッコミに回るなんて珍しいわね。あと一応言っとくけど、あの花はタンポポじゃなくて食用菊だからね。説明はこれで以上です。くれぐれもミスをして、例のモンスターを我々が視察している方に逃がさないよう気を…社長、あの黒髪の少女ですが。お前も気づいていたか。はい。コスプレにしては、あの方に似すぎているかと。確か数日前から失踪していたんだったな。なのでその可能性も十分かと。どうしますか。どうするも何も本人かどうかわからんことにはどうしようもない。ただ目だけは離すな。